始まりました、ゴールドチームが島根ダンダンクラブ、プラチナがビジョンファクトリーということですね、はい、さあ第2試合やっていきましょう。さあ鍵を握るのは、うん、まあ、やはり両チーム同じアスカ、アリスでしょうかね。ただアバロン、やっぱりアバロンとこのプロメテウスがどう出るか、どううまく使えるかですね、うん、はい、でプラチナチーム、まあ、勝利の鍵握ってるんじゃないでしょうか。アグラムと僕このステージは見たことないので、どういった立ち回りするのかちょっと気になります。さあお互い、褒美を出していくと、今ちょっと、ね、アバロンに当たれなかったですね、ビジョンファクトリーさんは。まあ、友情コンボの分では、ゴールドチーム、ダンダンクラブが、有利というところですね。さあただ HP、ボスの HP はほぼほぼ一緒、これシールドが入ってきますが、ここも友情コンボになんのそのですね。さあ僕から出ていきますが、さあ一歩リードでしょうか。一歩リードしましたね、ビジョンファクトリー。ビジョンファクトリーの方が、一歩リードしております。さあ友情コンボしっかり当てていきますね。さああまり差がないですね。さあこれリードしたので、一足先に6秒差で入っております。ビジョンファクトリーしっかりアバロンがですね、 SS 短縮をこれ狙っていけると最終エンドがたまりますんで、かなり有利ですね。はい、ここだからゲージを、アバロンのゲージはミスりたくないですね。さあアスカはここはアリスに当てたんですが、さあどうでしょう、今のは本当全員に当てたかったんじゃないでしょうか。さあアスカはね、マッチショットも狙いに行けるんで、反射なので、そういう意味ではかなりいいキャラだったんですよね。さあここマッチ狙いたかったんでしょうが、ちょっと失敗してしまいました。依然有利には変わりありません。ビジョンファクトリーが一歩リードしております。さあやはり友情コンボ強いですね。さあほぼ並んでおります。これビジョンファクトリー SS、 そうです。さあ SS しっかり貯めていく。さあビジョンファクトリーはこのアバロンが SS 短縮を取りましたね。リーダーに当たる。さあ2人しか当たらありませんでしたが、相手も取ったんで、さあそうこうしているうちにほぼ同時、1秒プラス1秒なんで、ほぼ同時になりました。さあほぼ同時になったので、これ分かんなくなりましたね、うん、パーティーのコンセプトはやはりこちらも一緒ですから、ほとんど現時点までは。いやこれ最終フェーズのもうこう同時で入ってますから、これ同時だったらなおさらちょっと島でだんだんくなる、多少頑張んないと。そうですね、厳しいですよ、最後プロメテウスがいい位置にいる。さあプロメテウスがこれに削りました。さあ測ったかのようにプロメテウスが完璧な位置取り。さあそしてなんただ2点順目、アバロン溜まってないですね。アバロン溜まってないので、このターンでアバロンがワンポンすることはできない。うん、なるほど。ただプロメテウスのこの働きはかなり大きいです。もうボスイズ入ってしまいましたから。うん、そしてアバロンが溜まってなかったですね。アバロン溜まってないんですよ。アバロン溜まってないので、ここはまあ安心安全、まあ友情も出していこうというところですね。さあかなりね、もう1歩も2歩もリードしてビジョンファクトリーがボス戦に入っています。もう HP を半分削ろうといったところです。さあアバロン溜まってるのに、アバロン出番が回ってくればもう勝ちなんですが、アバロンまでは回さないでしょう。島根ダンダンクラブ頑張れ。さあ島根ダンダンクラブがボスの方に入っております。さあアバロンがさっき1個入ってたら、アバロンが SS 使えて確かに、もう終わってましたね。さあアバロンの SS まで回ってくるんでしょうか。さあアリス当たって、さあボス、まずだんだん次アリスですよ。アリスですよ。さあどっちか。さあビジョンファクトリーもアリス SS を使う、そしてとどめというところ、フィニッシュで。ビジョンファ